一応ツーオンツーということで、うん、なんですが、なんですが、なんか要望があれば別に何でもない、ないないですね。なるほど、じゃあスリオンにしましょうか、今日は。はい、そろそろやりますんでね、エントリーお願いします。今日は 3-on-3 です。はい、もういいんですか、エントリー締め切りますよ、そろそろRound.
新谷さん書いときますよ、いいんですよね。新谷さん100円ください。はい、今13人ですね。スリオンだとどうしようかな。あと1人いれば自分が入って15になるんですが、もう来ないかな。もういないか。
はい、じゃあチームはこちらでくじ引きしてちょっと決めさせてもらいます。
はい、じゃあ組み合わせが決定しました。 A チームがうねともざ破天荒ニア、あ、はい、B チームお茶丸山本野口、 C チーム裏毛に青さいゆずる、 D チームがヒデワイパーポニムラという感じですね。で、1チームあのライフが4つありますんで、3人チームのところは誰かが2回出る感じですね。で、その際同キャラは不可能という感じです。で、負けたら、負けトーナメントの方に移ってもらって、勝ち上がって最後、まあ、ウィナーズとルーザーズで当たって、ウィナーズの方はライフあり。はい、キャラはまあ自由でいいです、自由でいいです、何でもありの、そうです、あの同じ試合で、いや、もう何でもありですかぶせもありですよ、でも何で、だからもう何でもありです、もう武器の使用以外は何でも、全てを認めるだから同じ試合で同じキャラ、一人が同じキャラを使うのはなしです。あ、武器、あ、武器もありです武器ありです。はい、じゃあ、配信台ラストにしてください。やります。何でもあり、武器もありです。はい、4人チームがね、1つだけあるんですが、1チームライフ4です。3人チームは誰かが2回出る感じです。その際、同じキャラを2回はなしです。じゃあ最初の試合ね、 A チームと B チーム。はい、 A チームうねともざ破天荒ニアーチーム対、お茶丸山本野口チームですね。先方だけじゃあ申告してもらいましょうかね。その後は自由です、かぶせでも何でも、何でもあり。はい、あ、これ入ってるマイク、はい、皆さんこんばんは、ヒデチュンリーです。ニュートンあるあるヒデマイク。さて、やはり大会前ということもあり、人がそこそこ多い今日のニュートン。お、友田さん。そうやね。あ、何ヒデが喋んの。え、喋んない方がいいですかどうぞ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 、煽りどうぞどうぞさて、じゃあうねともざ破天荒ニアチームがワンピースピーどっちなんだろう。ワンピースピーのじゃんけんからまずしましょうか。あ、してない。さあ、タイエスト前で 3-4 って言ったけど 4-1 みたいな。まあそうっすね。ちょっとあれかな、でもなんだっけ、なんとかシステムまたあるのかな、はい、え、なんすか、なんとかシステムって。ウィナーズだと1人なぜか4対3になるっていう。え、マジっすか。前あっ、え、 XS とはそれなかったっすよね。フォックスだけだっけ。フォックスだけ。フォックスって、違うよ、5オンでもあったよ。そう、5オンでもあった。でも XS でそれやったらやばくないっすか。今回はない。今回は何にもルールは聞いてないっすね。まあ今回やったら困るけどね。あ、野口さんすいません、100円お願いしますとのことですね。はい、いや、100円じゃないです、100円以上なんで
あ、なるほど、100円からですね。からです。100円からで、お、野口さんの気持ちが入りました。やった。野口さんの気持ちで効果2枚です。あ、すいません、忘れてました。いや、忘れ物はもう、いや俺の寄付でいいじゃん。いや俺の50円ケースだから。50円ケースは落とし物だから寄付でいいと思う。いや見つからないかもしれない。あ、こんばんは。ヒデシャーンって誰が書いてるんだろう。え、草さんでしょこれ。え、ですかね。わかんない。草さん、あの家で酔っ払っているから見えてるって言ってたんで。一口100円で10口以上ですかって、それ1000円以上やん。さて、まあやりましょう。これでも聞くの、え、聞かなくていいの？何をですか？あ、そうだった、先方申告。こっち一人目だよ。何をルールは把握しよう。はい、あ、じゃあ決まったんで、はい、どうぞ始めてください。いや、キャラ自由です。 1P 側うね友田破天荒新谷チーム、先方うね。 2P 側お茶丸山本野口、先方山本。では行っていきましょう。プレイヤーのキャラは自由なんですが、はい、4人目だからこっちだと、はい、お茶丸山本野口チームの4人目を誰かが選んで、はいはい、だけどあの、はい、最初に使ったキャラ以外で出ると。あ、なるほど。いう同キャラ禁止令ですね。そうですね、そう、うん、同じプレイヤーの同キャラ禁止。俺だよ俺って言われても、俺俺詐欺。え、じゃあペコさんとかじゃないの？あ、かな。あの意外となんか、あの、あ、確かに、ヒデをいじる人って、うん、意外と決まってくるよね。うん、確かに。うん、さあ、まずは1本目は山本バルログが取っていく。赤い、山本さんバルログ。そうですね、とりあえず山本さんがまずバルログで、まずは俺が荒らしに行ってやるよと。さあ、しかし地上で行こうとすると、いやー、ぴよってでんでん。いやー、さあ、基本的にはあの画面端スライディングモードがかなり強いんですが、果たしてそこまでいけるのかっていうところですかね。うねくんのソニックはね、結構速いんでね。さあ、ソニックもらって、さあ、やはりちょっとサブキャラなのでちょっとおぼつかない感じがあるが、ここはさまぶっぱ。あれ、早出ししたの？今早出ししたね。さあ、これは、さあ、爪と体力どっちも、あー、撫でにいけるガード硬直が長かったですね。今のはもったいないな。当ててよ、ヒデシャンって。ペコさん、まあ、草さんかヒデさん、うん、草さんかペコさんかじゃないの。さあ、2番手はまたもやバルログ、今度はおしゃまるくん。いや、バルログ帝国、いい、ね、ついに関東にもバルログの波がやってきたということですね。いや、僕は来た方がいいと思うんですけど、なかなか来ないんでね。いや、密かに式では来始めているような。ゆずるさん結構久々ですよね、ニュートン来るのも。いや、もう忙しいです。お疲れ様です。しょうがないです。全くあのマシンガン繋がんない感じなんで。マジですか、それはやばいっす。今日、先週もですけど、今日も繋がんないですね、あんまり。ブー、やばい、それは。やばいですね。さあ、これは矢口まで行っているが、矢口レズ。いや、画面端固まるの結構やっぱガエル側は特策なんですよね。まあ、体力取ってたら OK ですからね。そうですね、リードしちゃえばなおさら。そうですね。ただ、体力奪われてる状態での画面端は本当矢口入ってるんで。はい。だなるべくガエル側じゃないや、バルロ側ははい、スライディングモードで行った方が、そうですね、行きたいんだけれどもっていうところですね。はい。さあ、ここはおっと、サマーが出ず、まあサマー出ても今の爪でなんか落とされそうな感じもしますが、さあ、ここから表裏しっかりガードしている。ウネクのガードが硬い。多分全部正なんじゃないかな、あれ表。さあ、こけてなかったら全部せいじゃないですか。あ、そうなんですね。さあ、これは何かがお漏らししたが、さあ、ちょっと体力増してるぞ。これで勝ってる。ああ、うやむや来た。これがバルログです。困った時はスタッフと歩いて投げる、これも強いです。いやいや、それが全てですよ、もちろん。まあ、ストスーといったら投げですからね、やっぱ、はい。
さあうまい、中返しからピオリーチだが、うまい、ピョンナイ、ピョンナイ、ピョンナイが爪も取れずでソニック当たる。なんとウネ君2連勝。さあ今度は野口バルログか、またバルログ3連勝あるのかこれ。いやでもありですよ別に。あ、フェイロンでしたね。あ、まさかの野口フェイロンからの野口バルログありますね。そう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 、これはやばいな、このチームバルログ3対フェイロン1体って異色のチームですよ本当に。さあフェイロン戦はやってないとつらい。いやー強い。これどう見ますかユーゼルさん、フェイロンガイル。いや相当近いと思いますけどね、6か 6.5 ぐらいしかないんじゃないかな。うーん、せいぜい。うわー、あーやばいやばい、やばいやつ入った。さあ安定削り、おお大支援は我慢する。あーしかし劣化が咲かせて、さあこれでやり返す 2P 側。さあフェイロンに対して誰が行くっていうところだが、ここはニーアーさんじゃない、ニーアーさんなのか。なるほど、これ結構難しいカードですね。まあ、なるべくた、かぶせは早い方がいいですから。うん、いやなんかこれフェイロン使い曰く本田有利っていう風に言ってる感じですけれども、どうなんですか実際。まあどっちかといえば本田なんじゃないですか。そこは入れ替わってはないとは思いますけど。さあ我慢、オイチョが出なかっただけか。あー今の多分必殺技全部に勝つのかな、もしかしたら。あーなるほど、劣化も劣空もあれは判定でかいんでいけそうっすね。さあドスコイ入って、オクラスドスコイ。さあここは拾って、いやー前に逃げる、冷静に。いやーオクラス、これやられるとフェイロン何もできない。さあ大劣化、さあ潰して、これは落としづらいです。さあまだフェイロンがちょっと勝ってるが、うわーこれでホンダが一度と勝ってるくらいか。あーオカマが入るさあ4人目どうする、このまま。さあはい、野口バルログなのか今使ったキャラ以外で。いやだから野口さんしかいないですよ。うん、野口バルログ濃厚でしょう。いや山本龍とかでもいいですけど。あ確かにいいですけど、そうですね、本田をまず倒すっていう。これちなみに、はい、次の試合になったらリセットするんですか、使ったキャラ。使うキャラ、あリセットしないとダメか。うん、リセットしないと壁合い OK だから、1戦目でメインキャラ使えなくなっちゃうから。同じ、そうダメです。 S は S キャラは S キャラは別ラ。さあ来ました、ここでいやラスボスです。なかなか出ないですからね。さあ野口バルログ、さあさっき野口バルログ、僕ちょっとバルログちょっとやりたかったんでお願いしてやったんですけれども、はい、ボロボロに負けました。難しいですバルログ戦。さあここでオイチョ入って、ここからおーカラジャン、今のは難しいとこだな。腹が出なかったと。いやーこれはあー空対空で落とされて厳しいさあやはりこのチームバルログ3連装でした。さあ裏コパンでガードさせるが止まらない。そしてスパコン入って終了。さあまず3番手副将に破天荒さん、おなんと破天荒さんの黒い笑顔が見れるのか。さあビーストモードは解除されて、ここは普通の優しい笑顔の破天荒さんに戻った。
さあまずはゲージ回収からいきたい。さあ体力もちょっと奪った。しかし昇竜対空が難しい。さあ美味しいガードさせて、いや早い。さあこれは投げ角、こっから空対空大ティックで、さあ表裏が分かんない、分かんねえ裏。さあ大勝利を漏らしたが、おおここで真空削って大ティック正面、マジか。あそこ僕めくり竜巻だと思ったらまさかの正面大ティックでしたね。これは野口さんも読めなかったはず。いや多分野口さんは飛び越しを透かして投げるつもりだったのが、はい、普通にめくりでも何でもなかったから食らっちゃったっていう、そういうことですね、はい、いやなんだこれ、ひたすら宙を待っている。いやーいやこれはもう野口さんもおこですよ。これやばいですね。まあそうですね、残機捨て、さあ聖剣が入るが空対空で落とされて、さあガードがうまいが2ヒット、やばいやばいやばい、あーここでスパコン。さあ大将友田さん、大将同士になりました。さあ XS とバルログが5人くらいいますので、バルログ戦かなり重要です。どのチームもそんないるんだっけ。確かいたはずですね、マオさん、オペマイさん、あ誰いたっけ。え、あれ、お茶丸さん、山本さんもだっけ。なんか山本さんバルログじゃなかったっけ。山本さんチューニーで出るらしい。今日使ってないですよね。まあ、あの山本さんあるあるなので。さあここでこれは大キック確定。さあ友田さんが先にリーチをかけて投げて、さあこれはいやーこれはどっち、思って裏ガードしっかりしている。おお、トマホー、トマホーク、トマホークではない、トマホークではない、確かに。どの辺がトマホークだったの。合ってる合ってる、大キック、嘘知らなかった。え、なに、火で正解。あ、これはドローか。あー、立った。友田さんの気合の出が立ち、ハイジもびっくり。いやこれハイジもびっくりですね。いやクララが立ったっていう勢いでベガが立ったですね、本当に。さあさすがの根性値、友田さん大会前に仕上がっております。さあ次行きましょう、裏手に青さゆずる VS ヒデバイパーポニムラ。じゃあワンピース UP のじゃんけんからいきましょう。というわけでマイク誰かお願いいたします。さあマイク持つ人が2人とも出番ということで、さあじゃあ先方だけね教えてくださいね。その後は自由です、何でもありかぶせ放題です。さあ裏毛に青さゆずるチームが 2P、 1P、 1P、 ヒデバイパーポニムラチームが 2P。 あ、中島さん来たんですけど、どっか今から入る必要ってありますか。お、じゃあ3人チームのどっかに入りますか。あ、じゃあじゃんちょっとじゃあ、C チーム、D チーム、じゃんけんしてもらって、勝った方に中島さんが入ります。C と D で、うん、とりあえ
勝った方に入ります。ああじゃあ100円いいですかね。デイチーム、さあじゃあ急遽メンバーも加わりまして、はい、じゃあ C チーム先方伺いました。で D チームは決まりましたか？うん、はい、はい、じゃあ始めてください。あまずはアオサイさんとヒデ、ヒデチュンリー先方ですか。これ何か読みが入ったんですかね。さあもう早くもチュンリーのゲージが溜まっているぞ。このチートキャラダメっすねやっぱ参加費これ5000円取らないとダメですねさあでも体力的にはまだそんなに差はないか。まだまだまだいけますね。さあゲージが、あー時間が時間が、あーダブラリ当たったんですけどね。時間、そう、あそこからの置き攻めでっていうところでちょうど時間が来てしまいました。時間で逃げ切りましたね。惜しかったですね。もう残機としては今からってところでしたね。もうこれからだってところでね。さあ、あのクラゲが遅め出してますね。クラゲがでかい上に弱だと遅いので残機飛び越えるのも一苦労。さあこれガードして垂直頭突き、おお、残儀使いっぽいですね。残儀使いですか、ね、あ残儀使いですね、すいません、あの方残儀使いですよ。残儀使いの青斎さんですあーちょ、これ残儀使いですか、これこれ残儀使いとしていいんですか今のは。さあさあ、あーここはリバーサル出していく、めくる、うわ4ヒット入っちゃう。そうなんですよね、中パン2発から大パン入っちゃうんですよね。いやきついっすねさあ2人目は、2人目は裏ケニーさんのバイソン、バイソンですね。でもチュンリーにバイソンってどうなんですかね。結構これチュンリー有利な気はしますけど、ちょっとチュンリー有利な気がしますね。まあでもチュンリーに有利取れるキャラなんてそうそういないですからね。そうですね、うん、でもガンガン押してますね。押してますね。これはもうバイソンペースか。お互いゲージを持ってしまった、はい、おっと確定した。アパクレジー、あストレートでしたね、ごめんなさい。S 差がチュンリーに有利つくかな。ピヨってしまったが、うわ戦列つながってない説がさあゲージ回収モード、そうですね、もうこうなるとバイソンも動けないですからね。そうですね、バイソンもなんとかゲージを貯めたい。あっと、あっさあこれは分かんなくなった。はい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 、終わった、決まってしまう。中足に中足に減りましたね。中足に
中足見てから余裕でしたね。余裕でした、いやいや、バイソン持続ないんでどうなんでしょうね。見てからなんですかね。見てからですかね、今のは。まあ当たったから、そうそう、見てからってことで。結果オーライです。結果オーライ。さあ、2P、残りは、バイパー、ポニムラ、中島。おっと、ポニーさんですかね。ポニムラさんの残儀。はい。まあこれは、バイソンに残儀はまあ、そうですね、いいです、いいセレクト、残儀有利ですね、うん、アッパー、コパン潰せるんですね。時間はまだたっぷりある。おダブラリ、おっとおっと、パリドライバ ー、まさかの来ましたね。直接行きましたね。直接、まあ、受け身ありでも、まあ、今のは死んでたでしょうね。そうですね。おー、みすごい、置いてある大足、ま、1回、そして5番追い詰めて、おーダブラリー、ダブラリーでガードして、あっとガードしてしまったが、という場面、お釣りはなく、あ、削り圏内になる前に何とかしたいか。おお、さあこれでかいですね。そうなんですよね、残っちゃうとバイソン側としては、あ、残儀側としては攪拌があるんで。そうですよね、削り地に、削りに行けない、削り地にさえしなければ OK という。で、続きまして、これゆずるさんですか、ね、お、ゆずるさんの DJ ですね。 DJ あ、そうですね、ホンダっていう選択肢もありましたね。あー、確かに残儀を殺すならまあホンダも、でも次控えてますからね。そう、まだ先がありますからね。うわー、スライディングうまいっすね。あ、これはかなり、おお、ものすごい歩きましたよ。おい、もう一回、もう一回、これあれじゃないですかね。おっと、さあ、投げ返し、さあ、DJ と殴り合ってますね、この三技、ね、やばいですよ。あ、ジャクソバット、大足が入った。もうスライディングが見切ってるぞと言わばっかりの今しゃがみガードですね。しかし拾って5発まだわかんない。そうですね、つらこれ一発だ、スラがきつそう、ね、おおガード、うわやスラ、おお見てるだけでもつらい。おっと投げた、おっと歩きパイル、スクリュー使わないですね、使わない、スクリュー見てないですね、まだ。まあでもあれですかね、やっぱ画面中央だとスクリューで攻めが終わってしまうので。そうですね、持続させるためにパイルを選んでる形ですよね、はい、なんとか捕まえたなら話したくないってことですね。そうです、一回捕まえたらそのまま勝ちに行こうという。そうですね、おっと、おお、ワニシでガード、ダヤシ、うわお、ピオラない、あースクリュー、最後はスクリューで、最後スクリュー、きっちりスクリュー決めましたね。これはでかいですよ。さあ、Cチームは誰が2人考えてますね。さあ、ゆずるさんですか、バルログ、おお、ゆずるバルログ、なんか今日はバルログをいっぱい見ますね。
ゆうずるさんのバルログですね。初めて見ましたよ。初めてかもしれないです。さあ地上で、地上戦で倒していく。おっと削りに行ったが、おお様子見。あっとっと、思わず間違えたと。さあひょうひょうしない感じですね。地上戦で、あっコアスクリュー。いや、あのタッチダイパー長い、長いですね。そうですね。すら。もう、爪があると、届きますが、でもダブラリでダウン取られちゃうんで、できれば中で、こうね、刺したいと思いますね。これは、スクリュー？スクリュー入った。あ、死んだ。死にましたね。死にました。で、Dチームの勝利で、勝ちからやりますか負けからやりますか。勝ちからやります。はい、 A 対 D ってことですね。はいはいはい、じゃあ決勝の方ですね。ウネトモザ破天荒ニーヤ対ヒレバイパーポニムラ中島。なんだこれは、人数の暴力かな。いやーポニーさん倒したかったんですけどね。いや残機に評判はないですよ。残機に評判はないでしょう、どう考えても。転んだら負ける相手に飛んでいくのはダメですよ、まず。え、どっちが 1P になった。はい、ヒデの方が 1P。 もうヒデ先方でいいよとりあえず。はいはいはい、ヒデの方は決まりです。もう挙手でいいです。はい、どうぞ。誰だっけ、中島さんと破天荒さんです。リュウガエル、さあなぜかリュウガエルみたいなやつになると喋んなくなるのが私です。あんまりやっぱこういうのを解説しろっていうのは難しいですよね。これがこうなってるみたいのしか言えない。いやー、ちゃんと竜巻にね、お釣りがね、そこなんですよ。竜巻強いんですけど、頼りすぎると待たれてるだけの人、待たれてるだけで、あのちょっとずつ自分がダメージを負っていくんで、その辺のバランスみたいな。いやー、見えてますね。見えてるというか、やっぱりあの開幕の前ぐらいで待っとけばいいみたいなのがあるんで、まあバレてると言い換えてもいいですね。いやでもリスティさんとか本当にすごいんで、端々で弱ソニック行って、歩いて追いかけて行ってんのに弱竜巻で抜けるんですよ。端端のソニックを俺歩いてってんのに、もう見てからラビニーで終わりですよね。はい、で、破天荒さんの方が誰だろう。これでもキャラ自由なんで、あのいきなりサブキャラでも別にいいんですよね。ちょっとさっき迷ったんですけど、あ、でもサブキャラじゃないのか。あの数の暴力チームが決勝に両方残ってるんでね。友澤さん、はい、
さあ投げに行く。まあベガにソニック投げは結構リスクは少ない。あー今のやばいな。いやー歩きナイトメアねありますね。ゆうべがさんが大好きなやつですね。さあサマーがおっと出ない。ソニックやっぱしたため技が出ない現象の理由はほぼ確実にしたためが実はできていないパターンだと思うので、結構ためキャラをメインにしている人でも意識した方がいいですね。いやドンピシャのバックソボットから反撃のないホバさあガードして、さあまだはまだわかんない、まだわかんない、いやーわかんなくなった、めちゃくちゃわからなくなって、突っ込んで突っ込んでからの運ゲー。さあ中島さん2連勝。ピンクだそうです。多分どこ行ってもピンクなのかな。じゃあヒデさん、ヒデカラーっていうことで。いやヒデカラーピンクなのちょっと嫌なんですけどね。ユーズルカラーピンクなんで。さあ同キャラ対決、多分やりたくなかったから友澤さんが先だったんじゃないかっていうね。まあ同キャラは嫌ですね。もう基本やっぱり竜以外同キャラなかなか起きないんで。お冷房が、さあこれはあれでしょうか、年季の差がダメージに現れているといったところでしょうか。まあ、ソニックの回転重要は重要なんですけど、なんかそこまででもないような気がしなくも、そこまででもない瞬間が訪れる時もあるので、その辺の嗅覚が多分分かれるところ。おっとリードして突っ込んじゃう、危ない、勝ちましたね、逆転しましたね。裏剣で、裏剣とソニックだと裏剣の方が3ドットぐらい減るんじゃないかな。あれは果敢にいったウネガエルの勝利ですね。さあショーパンで潰す、あれは多分リフトがめちゃくちゃ速かったのかな。さあこうなるとさすがに回転が重要ですね。さあリフトが、さあいやー食らっちゃった、食らっちゃった。まあ今のは難しいところですね、ガードするとドローになるという。バックジャンプ大パンでもしとけばよかったのかな。いや違うな、ダブルサマーだな、今の正解はダブルサマーです。さあ今度は追い詰められている。投げる、投げ抜け、いや中島さん投げ抜け大体します、まず投げ抜けします。さあここから
ここから崩す手段を持っているかどうか。なあ、まあそうですね、そうなりますね。さあ大将ニーヤ、ホンダ、いやホンダじゃなくてもいい、ホンダじゃなくてもいいけど豪気かな、豪気がダメとも言っていない。あ、ホンダだ。でもニーヤさん豪気使ってるの見たことありますよ。さあ今の何百貫だろう。さあ、おかま。さあ、すかして、暗い投げられ、ショーパン安全重ね。ショーパン安全重ねが難しいのに、さらに投げ仕込みもしないといけないという難しさ。いやー、今のアベビン張り手ですよ。完全なるアベビン張り手。サマーが出ても、すからされる。けどランダム。いやー、あーっと今度は失敗して、裏剣対空がしっかり。さあなんとかガイルがつなぎ止めて垂直。さあ膝からループして掴んで、さあなんかやろうとしてた。サマーが当たんないみたいなやつかな。いやー本当だ、張り手が出てないっていう読み合いをさせしざるするしかないっていうね。不利になるとそれをするしかないっていう。はい、バイパーさん初登場です。お、吸っている、逃げる、まあ逃げますね、あそこは。はい、今のは確定。さあこれはあれかな、今のうちにヒデにプレッシャーを与えておいた方がいいのかな。さあ完全にヒデが後ろでドキドキしています。どう考えてもヒデがドキドキしています。さあ今の確定。さあ座れる、いや今の絶対2回転狙ってましたよ。さあ透かす、今度は透かしてケツ。いやー張り手追いかけてきたな、怖いな。さあここでさすがに残技は辛いと。ゆべかさんはいません。さあこれはあれですね、2010年の最新ダイヤだと 8.5、1.5って書いてありました。さあ弱張り手で削る、弱張り手で二度と削るって非常ですね。ちょっと、さあ7年前が最新です。7年前にアルカディアに乗ってました。いやーガードした。で恐ろしいのが、あの100巻を立ちガードしても残機が有利にならないらしいんですよ。スクリューが確定しないので今ガードしてましたね。さあしかし小張り手強い。さあ最後についにヒデがヒデさんは強いですよ。さあ
決勝戦最終試合、さあ新谷本田対ヒデチュンリー、ウィナーズの決勝です。さあゲージは溜まって、さあしっかり気候体育正面、さあ食らっちゃう、食らっちゃう。あれも安全重ねできるんですかね。できそうだな、多分安全重ねを狙っていた。さあこれはあ さあしっかり気候モードで持ってっているが、持っていくまでに体力がだいぶ減っている。さあまだね、おっと相打ちを狙いに行って負ける。いやーいいバランスです、いいバランスですね。はホンダの大攻撃は1に争うダルメージですよ。さあ腹にしちゃった。さあしっかり待ってて、さあ引っかかった。これはいやー気候体育ですね。さあこれでウィナーズが終了。はい、ヒデさんおめでとうございます。さあ次があれですね、負けた方同士ですね。お茶丸山本野口対裏木に青沢譲る。はい、じゃあ行きましょう。いやードキドキした。戻り遅いってことですか？あ、持続が長い。あ、そうなんですね。あー壊しだとあれですもんね、すぐピッて戻りますもんね。さあじゃあまずワンピースーピーじゃんけんからやってます。あ、終わってる、オッケー。青サイ裏手に譲るチームがワンピーですね、おそらく。で、お茶丸山本野口チームがツーピー。さあ三連バルログチーム、はい2P 側 OK ですね、 1P 側、うん、はい OK です、やりましょう。はいどうぞ。 1P 側が青斎さん、 2P 側が山本さん。おなんとザンギル、これは青斎さん思わずにやり。さあ画面が青いぞ。さあ一応理論上リュウザンギは振ってる技の間合い的にザンギが有利と言われているんですけれども、それを体現できているザンギは本当にすごいと思います。さあここはエステから走ってくる、この走ってくる感じなんかカラジマルさんの感じがしますね。さあうまい具合に寄せていくが、さすまきで切られて、しかしまた画面端が近い、入れ替えただけ。さあこれは痛いのが入ってもう一回いける、安全バッチリ。さすまきで切られてめくりは何なんかと相打ち、そしてスクリューが入って、まずは青斎さんが一勝。さあお茶丸くんがここはホンダで行くのか、やはり来ましたホンダです。非常なキャラかぶせ 8.5 はあると言われてるそうです。
さあこれはしかー4段が入らない。4段入ったら助かった。さあ突っ込んできて台張り手。さあしかしタイミングを間違えたが、おいちょどっちどすこい。さあマジか、張り手が強すぎる。あしかしおいちょが仕込んである。高めぐらいおいちょですね。はい、高めぐらいのおいちょだと確定ですか。ほぼほぼ確定。なるほど。あこんばんは。さあここ相打ちだが、ザンディにとってはかなり厳しい局面。さあ大張り手大張り手、しかしと飛びが通るが、飛び通ったところで結局落とされてしまう。ああ相打ちまあこれで相打ちですかこれはしょうがない。さあここで裏手にさんがバイソンで対抗かな、おそらく。さあバイソンホンダ、バイソンホンダってどうすか。バイソン有利。あ、マジっすか。へえ。さあ気づいたらゴチゴチループで 9.5 割ゲット。あしかしえちょっと安くないか。今の局面最大入れるとしたら何がいいですか。あ、三段頭突きを。まあ確かに三段頭突き4割ですからね。大体4割の体力だったら多分奪えたでしょう。さあゴチゴチ。さあ大ハリ大ハリで4ドット、4ドットじゃないか、4回削りか。さあ引っかかって中盤うっ、あーグランドが刺さって、ウーラケニさんが止める。さあここで野口さんが使うキャラはまずはフェイロンですね。赤いフェイロン、おそらく大将バルログだと思うので野口さんの4体目出します。 4体同士なので。さあ空中すかしゴチゴチ、いい連携。しかしサンダー入ってレック投げてホイホイ。しかしあれあんま掴めないですか。途中は空中浮いてるから掴めない。あ、へえ。暴れ技にあれが刺さって、あ、はいはい、あ、そうですよね。決まりのパターン、あれキック2発入って大パンでしたっけが入ってピオリですよね大抵。さあここは掴んで、じゃあタイミング良かったんですね。うん。さあかなり撫でてるが、軽撫では受け身取らない。これは正解だったかもしれない。さあ、ああ、これは今のは食らったら、そうですね、暗いヘッドがありましたね。さあ飛びバッチリ。さあまた露骨に行く。コッパコッパ、ここは支援で駆られて。あーこれはつながんないが、支援が中盤に負ける。さあ露骨に行きまくる。あーここはダイレック、あれ、あダイレック透かしたところに中盤が、中盤、さあ来ました大将野口バルログ。野口さんのバルログ見るのもねすごい久々ですからね。今日配信見てる方はかなりラッキーなんじゃないですかね、そういった意味では。さあしかしバルログといえどもやることは同じゴシゴシループ。さあヘッド寄せて、これはうまい相打ち。どっち、裏田が削って、お、さあ爪はしかし行かない。まあそうですね、
あー、捕まれた。あそこしゃがんでた方がいいんですか、やっぱギリギリまで。あー、そういうことですね。あー、あー、空対空できず、ヘッドで落ちるがこかされて大ヘッドにお釣りは入らないが、うまい。あー、投げかくか、あれ。あー、来た。どっち、コパコパコパ、うまい。あー、あの距離のアルティが速い。バイソンね、あの足結構速いんですよ。チュンリーとかバルログに着目されがちなんですが、バルログも、あ、バイソンも結構足速いんじゃないかと僕は思ってるので。さあ、ここは高めでガードして投げて、もう一回投げる。しかしレバーガシャが速い。ヘッドで寄せて、角半は入らず。さあ、これは爪で落とす。しかし、まあ、ゲージは使ったので OK だが、あー、これはなんと裏切りさんが、これはえげつない。これ完全にあれですね、玉島さんの成果抜群ですね。というわけで次行きましょう。うね友田破天荒ニーヤチーム対裏切りアオサイユーズル、ワンピースーピーじゃんけんからお願いします。さあ、決まりました。青さえ裏手にゆずるチームが 1P、 うね友田破天荒ニーヤチームが 2P となりました。ではちょっと時間も押してるので、先方をなるべく早めに決めてやっていきましょう。うねチームはガイルベガ、龍、ホンダが一応メインですが、変えてくる可能性ありですね。ベガがバイソンになる可能性あるので、はい、両方 OK です。いきましょう。 1P 側裏手にさん、 2P 側はうねくん。バイソンガイルかな。さあ、では敗者復活決勝ですね。さあ、うまい。さあ、ソニックの回転数にかなり定評があるうねくんだが、この画面端に追い込まれて、うまい。さあ、相打ちでここで狙われる可能性が、しかしよく打った大ソニック。これは冷静に中盤で締めていきましたね。ゲージがたまる前にガイルがなんとかしたいんですが、フォー4はサマーですかす、新しい。さあ、これは引っかかるが、体力とゲージがかなり持ってかれてる。さあ、ソニック。さあ、ガードで OK と。さあ、これはヘッドを許してしまった。ヘッドじゃない、ゴシゴシ。さあ、1本ずつ取り合って、開幕は遅らせソニック。さあ、この体力はかなり美味しい。うわー、ずい、勇気ありますね。あそこで歩くのはかなり勇気がいるんですが、さあ、うまい。クレイジー当てても苦しい。ここも投げていく。ウレ君強気、若いって素晴らしい。さあ、大西さん、さあ、ザンディマース力にうねくんが耐えられるのかというところですね。さあ、開幕投げに行く。ザンディでもお構いなしと。
確かに。ナデキャラに対してザンディホークに対して開幕アルキラデに行くっていうのは勇気いるんですが、意表をつかれるので、あー小足大足入って、ここはさすがに さあ大足大足、さあこれはチューパー様確定。さあ今の弾きっぽく見えたが後ろに飛んでしまった。バックジャンプ、さあうまい、どっち、いやうますぎる、アントビのタイミングバッチリでしたね。さあ2番手はここのここというところにニーヤーさんがバッチリ座ってます。これあれですね、 XS でも見る、よく見る光景になりそうですね。ザンディ相手に負けてしまってホンダがいたらホンダを出そうっていう感じに。でもこれあれなんですよ、エストの時とかに間違ってあのホンダザンディでホンダが負けてしまうとチームの士気がかなり下がることになるので。あーうまい、さあ一発一発が冷たい。コパンで下ろすが1ドットだけ、おいちょまで入って、あー空中すかして、なすすべないのかこれは。あうまいな今の対空、あー弱頭突きで対空。お？あーさあユーズルさん DJ ですね。さあ今ワンピーが3人目ですが、3人ともメインキャラを使ってしまってるので、ユーズルさんがここで食い止めないと結構大変なことになるというところでしょうかね。残るは 2P 側はバイベガとあと龍が残ってるので、さあここはスパコンが当たって、さあ今のは何かと相打ちになったが、さあにじり寄ってくるホンダだが、めくりはしっかりガード食らってしまって、あー痛いのが入る。うわーこれはしょうがない、あしゃがみダイパンが強すぎますね。さあここで破天荒さん、これ強すぎますねこれさあリュウ DJ ですね。さあ見られた、ガードはしっかりしててマシンガンでとりあえずダメージを優先、ダイヤシが入るがこの場合は結構リュウが苦しい。ハジハジだったら大丈夫なんですが、ソバットが痛い、ん？ソバット？なんだっけ？あれ？さあなんとか粘ってはいるが、まずはゲージが欲しい。あーとおっと、あー高めくらい投げですね。今のはギリギリ中段くらいに当てたいところなんですけれども、あんまり遅すぎると今度ガードになってしまう可能性もあるので難しいところ。さあここは中昇竜、さあこれは見られている。 DJ の前歩きを見て止めたいところなんですけど、実際難しいっていうところですね。さあ見られている、昇竜返せず、あー立ち台手お決まりのパターンですね。さあここで大将引きずり出される、ベガ DJ か、バイソンもありえますね。
さあここはベガで、さあ開幕踏んで、これは表ですね。さあめくりに行く。まだ80秒くらいなのに体力お互いかなり減ってますね。さあここは食らってめくり、あ表見えねえ。さあこれはいい当たり方、うっ、おー、まだの難しい、なじに行く。友田さんの難しいなじは本当うまいですね。こかしてこれは安定して画面端に追いやっていく。踏まされてめっくりガード。さあ見ている、しかしさあ今のはない、おう、ホバーで突っ込んでくる。これは見られている。いやーこのラウンドは厳しいですね。ゲージ使っちゃったのとこの体力差で、あの場合はちょっともう厳しいですね。さあ突っ込んで、DJ の技はちょっと落としづらい感じにも見えますね。おお、大ジャックできる、落として、おお、なんだ、いやーここはコンボが決まって勝ったのは裏手に青さゆずるチーム。じゃあ決勝ですね。決勝あるんですかこれ。じゃあやりましょう。裏手に青さゆずるチーム対ヒデバイパーポニムラ中島チームですね。はい、ああワンライフで全然いいんじゃないですかそこは。あ、分かんないですけど他の人に。じゃあやりましょう、とりあえずじゃんけんしましょう、じゃんけん。じゃあバイパーさんと中島さんも来てください。ツーライフ制じゃなくて、ヒデバイパーポニムラ中島チームはさらにもう1キャラ出せるにしましょうか。そうすれば時間短縮にもなって、じゃあそれで、じゃあ裏手に青さゆずるチームが4キャラで、こっちの僕たちのチームが5キャラ使えるって形で継承やりましょう。美味しくない、いらない、そのままでいい。じゃあ4-4でいきましょう。はい、そのままでやりましょう。じゃあ勝った方がライフはいらないということで、はい、じゃあ申告。さあ 2P 側は迷っているか、挙手で、はい、私です。はい、じゃあ先方決まったので始めてください。さあヒデチュンリー対ユーズルバルログ、バルログチュンリーはノアン5分ぐらいですか、ややバルログ、まあなんか人による感じですかねこの組み合わせは。まあお互いに4強の一角ということで、削り削る、さあまずはヒデチュンリー1本ね、バルログがひょうひょうしていくのか、
地上でじっくり行くのかスラ、これ強い。あ、爪も回収、投げて、あ、当たってしまう。しゃがみショーパンかなんかを振ってたっぽいですね。あ、次はこれは裏っけにバイソン。あ、これはチュンリー有利でしょう。あ、うわ、入って、あ、バルロじゃねえや、バイソンの方が先にゲージを貯めて、うわ、投げからここで打っていく。まあ投げ狙ってたんでしょうね今。しかしクレイジーが発動。さあ今日の気候百裂モードをどうするか、これをなんとかしたいですねバイソンの方は。ああ、百裂は強い。ここは安全に削っていく。いやー、最強キャラっすね。うわー、大パン投げ。百裂しか打ってません。うわ、もうこれ削りけんないか。あー、あー、まあ今積んでましたね。もうさあヒデチュンリーが2人早くも倒す。さあこっからアオサイさんがまあ2人ぐらい倒すでしょうから、まあまだまだ勝負は分からない感じですかね。さあ、おっさいさん、あと4人ですよ。あー、さっきも見たぞ、これ。だ、チューチュー大の。さあ、なんとかならないか。いやー、厳しいですね、やっぱりザンギチュンリーは。なんとか1回投げれればねってところですが、その1回が厳しい。まずあのクラゲがとんでもなく厄介。あのクラゲ、ダイヤして原体育。あ、もうクラゲ打ってるだけでいいこれは。ああ、さあこっからです。こっからありますよ。あ、なかったです。さあヒデチュンリーが3人抜いてしまった。さあユーズル DJ 残り4人。おお、リバーサーマシンガン。マシンガン無敵あるんですか。あ、上半身が無敵。あ、足はダメ。あ、なるほど、足払いには弱い。さあこの、これはヒデチュンリーが大幅リードしている。あー、もうクラゲと対空をしている
だけでもう OK か。あー中足、さあ後が ないゆずる TJ。 だ中足大スラ、おお置き攻めをスピーバで回避していく。うわ空投げ、肘から投げ、さあまさかのヒデチュンリー4立て決まってしまいましたね。読んでくる対空してもクールがスイパート多いんでね、ホンダもよくあるけど、あ、空投げですか、空投げとその甘いの大パンだよね。さあじゃあね、本日は優勝チームが、ヒデバイパーポニムラ中島チームです。おめでとうございます。上にあるジャンプ、じゃあ写真いいですか、写真。意外とこの変なチーパンもいけるかも、上に出てる中ならピヨッタかも、ピヨリチは台よりあるから。あ、中パンはまあまあ高いですね。あれは多分作るだろうな、これ NG コメントは草さんでしょうかね、なんか多分ゆずるくんへのひどい書き込みをして NG コメントですって出てるんですけど違うのかな。いや、まあ、あのそうですね、草さんは今日家で酔っ払いながら見るって言ってたんで多分そうだと思います。NG ってなかなかないですよね。なんて書いたら NG なの。やっぱ強キャラがいないチームはちょっとキャラ差を覆す価値を1回2回はちゃんと拾っておかないと勝ち上がれないですね。だからうちのチームは友澤君か俺がどっかで DJ チュンリーあたりを1回を殺してれば、まあ、決勝まではいけてたってことでしょ。そうですね、まあ、チュンリー、うん、チュンリーにいけるキャラがあいないですね。ガイルは同じチームだからいないな。いやでも野口さんのところで当たってたら分かんないかもしれないですけど。あ、そうですね、バルログ3連装だったんで。そう、いないな。まあとか言いながら、草さんとしか対戦してないんですけどね。ん？いつもは。まあ誰も入ってこないとも言うけど。僕入りますよ、そしたら。いや、いいっす。拒否。というわけで皆さんお疲れ様でした。はい、僕お疲れ様です。ちょこっとだけのジャイやってすぐ帰ります。はい。ヒデさん、配信台でやっても、配信台でやろう。配信台でなぜか5分ぐらいになるみたいのを期待してます。あれ垂直当たんないか。いや空対空あの斜めでも基本負けるんですけど、いやまあさっきの大パンを頂点で出してくれれば当たんないかもしれないですね。あ、これはさっき見たヒデさんが12連敗ぐらいしてた組み合わせだ。もう2コーナー間の仕組みを理解してないんだよな。
Oh!
Thank you.
Thank you.